初速がやっぱりすごい、普通のコンパクトカーとは違いますね。この新型ノートには e パワーという日産独自のハイブリッド技術が搭載されているんですが、これがちょっと変わっていて、エンジン自体は車を駆動する力を出してないんですね。このエンジンで発電してバッテリーに貯めて、それでモーターを回すというこの独自の技術が使われているんですが、まあ、これによって、まあ、モーターだけで車を駆動させるので、こう電気自動車のような乗り味になっているのが特徴です。やっぱりこのモーターの最初のトルクの加速感がすごく力強くって、やっぱりそこが普通の車とちょっと違うところかなと思います。これ普段モーターだけで走ってるので、まずすごく音が静かです。エンジン自体の音が今は作動してないので聞こえないので、本当に電気自動車のように全くこの雑音が入らないままスーッと走っていけるので、すごく心地よくそれを感じますね。そしてこの e パワーのもう一つの特徴なんですけれども、こうワンペダル操作で車を動かすことができるというのも他の車と違うところなんですが、アクセルを少しだけこう戻すと回生ブレーキが効いてかなりこう減速するんですね。なのでこれだけでブレーキを踏まなくても減速したり加速したり、これがシームレスにできるので、これもスムーズに運転できる要素の一つかなと思います。そしてこの e パワーの面白いところがもう一つありまして、先ほどエンジンでこう発電してモーターを回してるって言いましたけれども、まあ、このエンジンがかかるとやっぱりどうしても騒音というか室内がうるさくなってしまうので、まあ、それを懸念してこの路面がですねちょっと荒れていたり、室内にこう音が入ってきそうだなと車がこう感じると、こっそりエンジンをかけて電気を充電しておくと、そういうことをできるようになってるらしくって、まあ、こういったところもいろいろ考えられてるんだなと感じました。ちょっと乗ってみてかなり先代から変わってるなと感じるんですけれども、やっぱり車としてすごいワンランク上の車になったような感覚がしますね。まあ、静粛性はもちろんそうなんですけれども、こういうワインディングを走ってるとですね、すっごく運転しやすいんですよね。自分のこの操作に対して素直に車がついてきてくれるので、運転がとってもしやすく感じます。プラットフォームがですね、ルノーとか三菱と共有のプラットフォームを新たに使っているので、まあ、ボディ剛性もしっかり回しているんだろうなという感じがしますし、その分やっぱりこの右左にハンドルを切っても鋭いとは言わないんですが、すごく滑らかに車が動いて走ってくれるので、この辺も日産がこだわって作ったポイントなんじゃないかなと思います。そしてですね、この車電欠がないんですよ。ガソリンで電気を貯めることができるので、まあ、そういった不安もないですし、気持ちいい走りだけが体感できるというお得なモデルなような気がしますね。で、実際にですね、燃費もすごくいいんですよ。今メーターを見てみると、なんと 21.9 キロ、今下道とか一般道をぐるぐる走ってきたんですが、それでこの燃費はちょっと驚きですね。ですが、最初は前輪駆動のモデルだけがラインナップされていたんですけれども、四駆のモデルも登場しまして、雪国の人もより安心して車を選べるようになったんじゃないかなと感じます。これまでコンパクトカーって結構何を選んでも一緒かなと思ってる人もいたと思うんですけれども、まあ、私自身も実はコンパクトカーって何でもいいのかなと思っちゃってるところもあったんですが、今回ノートに乗ってみて、新しい e パワーの電気自動車のような滑らかな走りであったり、まあ、プロパイロットとか先進技術、まあ、さらにデザインもすごく先進的で綺麗なデザインになってますし、コンパクトカーってまだまだ広がりがあるんだなって感じましたし、自分に合った個性的なモデルを選ぶのもすごくいいんじゃないかなと思いました。